脳姫、脳姫、脳姫、脳姫,姫は、戦国時代から安土桃山時代にかけての女性。美の国の戦国大名である、斎藤道造、修竜の娘で、政略結婚で、尾張国の戦国大名、織田信長に嫁いだ。通説では、信長の性質とされる。講述するように名前や故障は確かでではないが、弁宜上、脳姫として記述する。 広く知られた絵本大公記や武将官定記で脳姫として登場していることからこの名が有名になったが、これは脳臭つまり、美濃国の高貴な女性というだけの意味の通称に過ぎず、のではない。名前に言及している書籍はわずかであるが、江戸時代に成立した美濃国初級記では、貴重、貴重であったとされ、武高屋はでは古長であったとする。同じく美濃国初級期で、 周流が天文十七年1548年に稲葉山次郎を斉藤義達に譲って出家して再び道蔵と号して詐欺山城に退き翌年この城から小渡城の信長のもとに嫁いだために詐欺山殿と呼ばれていたと書かれているがこれは当時の習慣に即したもので筋が通る信長の妻の将としてはお能の方とも呼ばれるが 絵本対抗期等の通俗本の故障である脳姫を元にするよりは、詐欺山殿の章の方が由来は明確である。美濃国初級期では、和佐助、信長の北の方、正室となったとの記述もあるので、それを信じるならば、詐欺山殿が信長の正室であったと考えることができる。また、口述するが、安土チと呼ばれていた女性が脳姫と同一人物であるという最近の説もある。 総検員でお鍋の方の隣に葬られた妖怪院という女性が、信長の妻の一人として葬られていることは確か、あるが、それを、農姫であると断定するまでにはまだ検討の余地がある。農姫は、斎藤道三の娘で、母は、性質の昭剣の方。港国初級記では、昭剣の方は、東見の随一の名家であったという明智氏の出身であり、農姫は、 性質唯一の子であったとされる。証券の方は、ケ図ズ用明智氏一族宮城家総伝系図書では、明智光継の娘、光綱の妹とされるので、一説に光綱の子という明智光秀のおばに当たることになり、能姫と光秀は、いとこの関係にあったはずだが、光秀の出自自体に不明な点が多く、諸説があって正確な続き柄はよくわからない。しかしおそらくは、 明智の同族ではあるのだろう。少年を記した書物は、美の国初級記しかないが、能姫は、天文四年、1535年の生まれだという。これは信長よりも一つ年下である。通説によれば、天文十年、1541年頃、斉藤道造は主語、時よりのりを放逐し、その連氏を殺害して、美の国主となった。しかし、 依然として、時氏に従う家臣も多く、国内の秩序は乱れていた。そこで、よりのりより歌視された、即室、新吉野の子である長男、吉達をよりのりの楽院であると称して、身の死後に据えた。しかし、天文十三年、1544年8月、斎藤氏の台頭を嫌う隣国終わりの織田信秀では、大事と称して、時よりのりを援助して、 兵五千を派遣し、越前国の朝倉高陰の火星を受けた、よりのりのい、時よりずみ、正よりが七千と共に、南と西より攻め入った。斎藤勢はまず南方の織田勢、織田博し金と交戦したが、下半が打ち取られ、稲葉山城下を焼かれた。同時に、西方よりも朝倉勢が接近したため、道蔵はそれぞれと和睦してことを収めることにした。織田家の和睦の条件は、 信秀の嫡男、吉宝志丸、信長と娘とを結婚させるという制約であり、他方で、時家とは頼りを、北方城に入れ、頼りを川出城へ入れると約束した。天文15年、1546年、道造は、朝倉高景とも和睦し、時頼りが、守護職を頼りに譲るという条件で、新たに和睦の証、 人質として、娘をヨ住へ腰入れさせ、ヨりノりとヨ住をミのに入国させた。主筋の時家当主への腰入れであることから相応の身分が必要との推測から、この娘は、未知の性質を母とする脳姫であった、とする説がある。この説に従えば、脳姫は数え12歳で、身の守護、時ヨリズの性質となったことになる。 信秀との約束は一旦保留となったが、織田、朝倉の方でも、道蔵を討伐しようという考えを捨てておらず、天文16年、1547年8月、時よりのりとよりずみに、多く和城によって、時氏を支持する、家臣団を正して放棄するように促した。道蔵はこれを知って驚き、織田、朝倉勢が押し寄せる前に、 大桑城を落とそうと大軍で攻め寄せたので、よりのりは命からがら、朝倉市の越前国一城谷に落ち延びた。9月3日、信秀は再び美濃に進攻して、今葉山城下を焼いたが、22日の夕暮れに退却しようとしているところを、斎藤勢に奇襲され、敗北を喫死した。時頼澄は、美濃国初級期では、同年8月の大桑城落城の際に打ち死に,に、または、 同年十一月に突然亡くなったとする。前室の同一人物説では、いずれにしろのお姫はこの夫の死によって実家に戻っと、推測される。天文十六年から翌年にかけて、道蔵と信秀は、大垣城をめぐって再三争ったが、決着がつかず、和睦することになって、千年の縁組の約束が再び持ち上がった。日の国初級によれば、信秀は、 病気がちとなっていたために、制約の履行を督促したとされ、天文十八年二月二十四日、五百四十九年三月二十三日に農姫として知られる、道蔵の娘は、織田信長に嫁いだ。中田辞任は、明智光康であったとされる。この時、農姫は、数えで十五歳であった。一方で、信長後期によれば、織田家臣の平手正秀の、 個人的な政治力では僕と信長の縁組がまとめられたという。絵本太鼓期と武将感情期のよく知られた逸話に結婚の一年後、脳姫が熟睡すると信長は舞を新城を出て、暁に帰るという不審な行動を一ヶ月も続け、浮気を疑う脳姫が尋ねると、信長は密計を図っていて、無本を起こす道三の二人の家老。ほった道空。 瞬日単語主からの連絡を待っているのだと答えた。能姫はついにその胸を父に知らせると、道蔵は、信長の利観作にはまって、過労の裏切りを疑って殺害してしまったというものがある。ただし、この逸話に相当するような、道蔵が実際に過労を殺害した記録は存在しない。天文22年、1553年4月には、信長と道蔵が、 小徳寺で会見を行っているが、千年のコンギー姫についての記載は、身の国初級期から途絶える。道蔵の遺言でも一言の言及もない。他方で、勢い衆軍期、創建期には、信長のどこ所である、斎藤道蔵の娘が、若君、巫子に恵まれなかったので、即室、将福が生んだ奇妙丸、信忠を養子とし着難としたという記述がある。 斎藤家の菩提寺上在寺に、父、道蔵の肖像を寄進した、時期不明と自伝にあるのを最後に、野王姫は、歴史の記録から完全に姿を消した。このために野王姫は、没年も不明であり、菩提寺も改名も特定されていない。野王姫の資料は、極めて乏しく、実証が難しいために、その実像には、謎が多く、確たることはほとんどわかっていない。 二人の間には子ができなかったというのが通説であるが、信長の子供、特に女児の生母は不明の場合が多く、本当に子がいなかったかすら確かではない。上記のように資料価値があると考えられている、信長後期には入予について短い記述があるだけその後は一切登場せず、その他の師匠にも記載が少ないため、脳姫のその後については様々な推測がなされている。 この節では諸説について多角的に説明するが、いずれも仮説や推論に過ぎない。作家、愛恵子は、信長後期など資料に入与は記載されているが最後が、記載されていないのは、小田家と縁が切れていたためと推測し、政略結婚の意義を失った農姫との婚姻は、無用のもの取ったので、いこまでに解任、工事2年夏頃を景気に、小田家を追放され、農姫は、 実父の敵の吉達を嫌って、母方の叔父、明智光康の明智城に身を寄せた、と考えた。しかし他の女性についても腰入れ後の消息が、記されている例は、むしろ希少であり、信長後期には信忠聖母についても、何の言及もない。女性の記録が少ないのは当時は普通であり、それらが全部縁を切られたと考える道理はない。婿である信長を、 美濃国の後継者と定めた、道蔵の国譲り状があったことを考えれば、農姫を性質としておくことは、美濃攻略の足掛かりともなるので、信長にとって必要であったし、道蔵の側室の一人は、信長の妹であって、十円である斎藤氏との縁を切る必要があったとは、常識では考えられない。美濃州が家臣団に加わりつつあったという状況では、むしろその縁は利用できたはずである。 また、基本的に、人質としての性格のある道蔵の娘を、道蔵を殺した兄、吉達との戦争を理由に、わざわざ離縁して実家に返してやるという必然性は、見出せない。離縁されたとするならば、何らかの特別な事情があったはずだが、そのようなことを記した資料は存在しない。信長の家臣団には、斎藤氏と織田氏の共通の親族といえる武将が、多数おり、 勢い衆軍機にあるように、信忠を、能姫の養子として、嫡男としたのなら、信長が家督を信忠に譲って、美濃と終わりの支配を委ねたことは、未知蔵の国譲り上により、後継者の正当性を強調する非常に合理的な手段であったと言えるのである。織田家の公式行事などに、能姫が登場しなくなることを理由に、結婚から本能寺の変のあった天正10年、 1582年までの間に病気など何らかの理由で死んだと考える説。ただし、記録がないことを論拠とするため、死亡したという証拠があるわけではない。寛永15年、1638年頃に成立したとされる農業書子電機には、道造を殺した斎藤義達が病没してその子、達沖の代になった頃、話の内容からすると A64 年。 1561年から同6年、1563年間と思われる、吉達の娘に、馬場殿という大変美しい女性がいて、信長から、目かけ、即室にしたいとの話があったが、辰沖が言うには、信長は、道蔵の婿で、馬場殿は、信長の妻の命となるので、その妻死後にやりがたしと述べ、ましてや、目かけなどとしてくれてやるのはもってのほかで、 時氏の着流である当家の長すたると言ってと拒否した。これを聞いた信長は、元来古来性のない勇敢な人物だったので、肉々しい物言いだと怒って、稲葉山城に何度も攻め寄せて A67 年、1564年8月、下旬に落城させたという話が書かれている。これを信じるならば、能姫が、少なくとも A67 年、つまり28歳前後には、 すでに亡くなっていて、信長の性質にも別の人物が収まっていたことになる。ただし、実際に稲葉山城が落城したのは、A60 年、1567年のことであり、整合性には乏しい。愛は、離縁説を前提として、信長によってのお姫が、母方の実家である叔父の明智光康の明智城に、返されたと推測し、 吉達の美濃統一戦の時に攻撃を受けて、工事2年9月19日、1556年11月1日の落城によって22歳で、明智一族と運命を共にし、その滅亡によって、墓所も田伝も残らなかったとする説を主張した。これは、道蔵の死からわずか5ヶ月後に過ぎない。脳姫が、本能寺の変の際に薙刀を振るって信長と共に、 敵兵と戦って戦死する場面がしばしば描かれてきたが、これは創作物における描写である。本能寺の変の際に、能姫が戦死したという話は、一度として、史料で確認されたことはなく、いわゆる小説の世界での話であり、確かなものではなかった。民間伝承としては、岐阜県岐阜市不動町には、本能寺の変の際に信長の家臣の一人が、 脳姫の遺発を携えて刑から逃れて、この地にたどり着き埋葬したという脳姫遺発つか、西の不動堂がある。美の国初級期の少年を信じるならば、信長とは一切違いなので、本能寺の変の時に亡くなった場合、享年は48となる。生存説とは、つまり脳姫がその後も生きていた痕跡を探して、存在の可能性を示そうというものである。以下年代順に論じる。 同時大臣の筆によるものでは、時継ぐ狂気に、信長が足利義明を用して上落した後の永禄十二年、1569年7月上に、斉藤義達の後家大海の方をかばう信長本斎という記述があり、農姫の生存を示すものではないかと考えられる。また、時継ぐ狂気の同年の別の記に、姑に会いに行く信長の記述も見られるが、これは、農姫の聖母、 証券の方を指しているはずで、岡田正人は、姑の存在は脳姫が生存していたがこそである、主張している。大村雄のれの、創建院伝追前期にも、安土城から落ち延びた北の方の記述が見られる。信長の性質と呼ばれた人物が、生駒伝の死後には見られないため、この御代や北の方は、脳姫のことを指していて、変の時には彼女らは、安土城にいたと考えても特に矛盾はない。 寛永年間に成立したとされる宇宙佐時には、安土城二の丸の留守居であった五番手のガモウ秀が、本老寺の変直後に、安土城から日野城へ、信長公未大君たちなど、お避難させたという記述がある。元禄年間に書かれた明智軍記には、尾張平定後の強善の際に、信長内室が、身の討伐の命令を望む家臣たちに感謝し、 たくさんのアワビなどを振る舞ったという記載がある。明智軍記は、史実と異なる点や古障、歪曲している点なども多く見られるが、少なくとも、江戸時代には、一般的に能姫は、信長の性質として存在したと認識されていて、道知像なき後に、能姫が離縁されたり、亡くなったというような話は、伝わっていなかったと推測できる。今日年間に成立した、大見国与知史には、 聖母大院の新砂王の諸像の帰還として、信長の五代所が宿泊して図らずも暗山ができたとする記事が存在するが、この五代所が誰を指しているか、いつのことかなのかは記されていないので、脳姫だとは断定できない。武功山には、a 禄八年、1565年に信長の新居城である小牧山城に、生駒殿のために、御台様御殿が増築されたとされ、 信忠、信だ、の徳、ごとく、妹のすこじょうを伴って、道後天に入った、生駒殿は、翌年に、そこで亡くなったので、北についても、生駒殿、御大様の暗算を指している。可能性あるが、武功山の書かれた年代については、疑義が持たれている。大正期にまとめられた、両親寺氏によれば、天正十一年六月二日に、信長君を人主催で清見寺十字の月光、 現津、病心寺四十四世が一周期を執り行ったという、当時の記録があるそうで、橋場秀吉主催とは別の一周期法へであるため、幸運員、お鍋の方とは別人と推測され、他にも候補はいるものの、脳姫を指す可能性はあるとされる。これらの生存説は、信長死後も脳姫は生存していたことを示しているように思われるという程度で、確証に乏しかったが、 近年、個人を特定しようという新説が登場した。信長の次男、織田信夫が、天正十五年、1587年頃の家族や、家臣団の構成をまとめた、織田信夫文言帳に、あっちどの、安土殿という女性が書かれているが、これが脳姫を指すのではないかと考えられている。記載によると、安土殿は六百巻分の地業を与えられているが、女性としては、 大内様、信雄正室、北畠具教の娘、岡崎伝、徳姫、信雄の実妹に続く三番目に記載され、その次の大方殿様は、信長聖母、土田御前と推測され、五番目が小林殿、牧長信室、信長妹,妹となっていて、小田家における地位の高さが伺える。安土城の安土という土地を観されていることから、その地とゆかりの深いのはすなわち、 信長の妻で、それも性質に当たるのではないかと推測された。安土殿が、脳姫だとすれば、この時点で生存していたことになる。平成4年、1992年、岡田正人は、調査によって、詐欺山殿の法名が、安土宗賢地蔵、大願昇降宴会名簿に、洋歌因伝用神名現代史継長17年。 水の絵ね7月9日、信長公未来と記されていたと発表した。また、京都の大徳実装権威には、洋歌と刻まれた逸枠洋等、外場があると報じ、NHK の大河ドラマ、信長内で従来説を覆し、脳姫、詐欺山殿が、慶長17年7月9日、1612年8月5日、まで八歳の展示を、全うしたと放送した。 また、岡田雅人は、妖怪人は、脳姫であると主張し、おのお、脳姫の墓所との地元伝承のある、随流寺墓所については、玉泉院、前田と品川室の聖母は別人であろうと推定た。これらが正しければ、脳姫は、小田氏の菩提寺である、大徳寺総建院に埋葬されている、可能性がある。上記の岡田雅人の説に対して、長田康史は、妖怪に関する、 大徳寺の記録は全て聴賞となっていることから、妖怪は脳姫ではなく側室の一人であったと反論をしている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。